皆さんこんにちは。東中野教会の牧師の浦上みちるです。今日も主日礼拝の牧草を共に始めていきましょう。この主日礼拝の牧草では、明日の日曜日の意味や聖書の分かりやすいお話をいたします。どうぞ気軽にご参加ください。では最初に、共に明日の聖書箇所につながる賛美歌を一曲歌いましょう。賛美歌21をお持ちの方はご準備ください。賛美歌21の55番、人となりたる神の言葉の1節と3節を共に歌いましょう。人となりたる神の言葉、まことと知恵と光の主よ、身よ聖書よ明日は主の変容の主日です。この日は東方教会において5世紀頃から大切に守られてきたお祭りの日であり、伝承ではこの主の変容の出来事は、イエス様が十字架に書かれて死なれた40日前の出来事であったと言われています。そのため、この灰の水曜日の直前の日曜日で言われるようになりました。しかし、このローマカトリック教会ではこの日を8月6日に祝っています。そう、夏に祝ってるんですね。これはローマ帝国の皇帝コンスタンティアヌスの母ヘレナが326年にゴルゴダの丘でイエス様がかけられた十字架を発見したのがこの9月14日なんですが、その日を起点として40日前と読み替えて祝っているからです。4世紀からこの8月に祝うようになってはいるんですが、宗教改革の時にもうこの4世紀の通り8月6日に祝うようになっていました。しかし、プロテスタント教会では使徒たちの伝承をもう一度大切に見直そうという動きがあり、また元のこの主の受難の40日前に祝うようになっています。灰の水曜日の直前の日曜日に祝うようになっています。そう、あっという間にもう四旬節が始まります。この主の変容の主日は公言後、あるいは公言節の最後の日曜日でもあります。それでは共に聖書を開きましょう。福音書の朗読はマルコによる福音書9章2節から9節まで、新約聖書の78ページです。マルコによって記された主イエス・キリストの福音。主に栄光。6日の後、イエスはただペトロ、
ヤコブ、ヨハナだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、服は真っ白に輝き、この世のどんな晒し職人の腕も及ばぬほど白くなった。エリアがモーセと共に現れてイエスと語り合っていた。ペトロが口を挟んでイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロはどう言えばよいのかわからなかった。弟子たちは非常に恐れていたのである。すると雲が現れて彼らを覆い、雲の中から声がした。これは私の愛する子、これに聞け。弟子たちは急いであたりを見回したが、もはや誰も見えず、ただイエスだけが彼らと一緒におられた。一同が山を降りるとき、イエスは、人の子が死者の中から復活するまでは、今見たことを誰にも話してはいけないと弟子たちに命じられた。我らの主イエス・キリストの福音、キリストに賛美。では、今日もこの聖書箇所につながる絵画を一つご紹介します。はい、こちらです。この絵画はデンマークの画家カール・ハインリッヒ・ブロッホが描いた変容と名付けられた絵画です。そう、山の上で突然光り輝くイエス様、そしてモーセとエリア、3人が光り輝いている姿が描かれていますね。真ん中におられて、こう真っ白にな服が、服が真っ白に輝いているのがイエス様です。ちょっとこの絵画ではこの右と左どっちがモーセなのかっていうのは分かりにくくなっているんですが、伝統的にでは、左側、こっちですね、左側がモーセ、右がエリアと言われています。そしてまた手前の方には目を覆っている弟子たちの姿も描かれていますね。はい、どんなことがあったんでしょうか。共に見ていきましょう。主の変容と呼ばれる出来事はありました。この日曜日はその日を記念する日となっています。先ほどもお話ししましたように、今日が光顕節の最後の日曜日です。ということは今週、次の水曜日の灰の水曜日から四旬節レントが始まります。つまりこの主の変容の史実というのはイエス様が十字架の道へと歩まれる、もうその開始を告げる出来事でもあるという点です。これがこの主の変容という出来事が伝えている大切なメッセージ、一つのメッセージです。イエス様は山に登り、この本来の姿を表されました。神の子としての姿です。イエス様の両脇にはモーセとエリアが現れました。このモーセは旧約聖書の律法を表すものとして、そしてエリアは同じ旧約聖書のこの預言者を表す代表としてここに記されていると言われています。この二人とイエス様は語り合っておられました。何について語っておられたのか、今日のこのマルコによる福音書にはそのことが書かれていないんですが、並行箇所であるルカによる福音書の9章には具体的にどのようなことが話されていたのかが記されています。彼らが話していたのは救いについてでした。つまりイエス様の十字架の死について語っておられたんです。この山の上からイエス様は十字架への道を歩み始めます。私たちはこの世界が平和であってほしいと願っています。
今年もともに十字架への道を歩んでいかれるイエス様の後に従いながら、私たちも歩んでいきたいと願います。それでは共に主の祈りを祈ってこの会を終わりましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり、アーメン。皆様の上に神様の豊かな祝福がありますよう祈ります。父と子と聖霊の祝福が皆さんの上に豊かにありますように、アーメン。これで主日礼拝の黙想を終わります。ありがとうございました。ではまた明日の礼拝でお会いしましょう。